県内の梅産業の振興及び認知度向上を図るとともに地域活性化に寄与することを目的に常陸の梅のブランド推進協議会ということで発足するものと。農家さんたちの生産意欲というか、まあ、今後こう事業継承を続けていってもらえるために、その、周りをから応援する体制を整えるというのがまず一番のメインです。で、まあ、それをするために県内 の、 その茨城の梅を使いたい企業さんたちがそのバックアップをするっていう体制が整えられるようなそういった協議会にしたいなと思ってます。生産している方々なんかにはぜひこの協議会に入ってもらって、より茨城の梅をもっとこう PR するようなものに参加してもらえたらいいなと思ってます。